でもまあ実際こうキャンプ行ったりとかいろいろ若手も見てきたじゃない。誰がいいの？次にこれ出てくるぞみたいな。守備部門を抜くと隼人はうかうかしてらんないです。完全に。これ誰かっていうと、まあ、広岡と北村は使えます。広岡は、まあ、おかわりまではいかないけど、もう十分30発打つ。魅力はあるよね。めちゃくちゃあります。いや、ただその何が今までいけなかったの？それもおかわりと似てて、結果を出さなきゃいけないから、タイミングを早く取れって言われる、取る、出される、刺されるわけです。タイミング取るの上手じゃないんですよ。で、その結局じゃあどうするか、長く見ろっていうものを信じるわけじゃないですか。結果出すには、えーっていけないわけですよ。だからどこでトンカチ打ってんのみたいなとこあるわけですよ。で、じゃあ今までの過去のバッティングコーチにしても、それがプラスになった人もいるけれども、手前のポイントでって言って成功したのは和田ベンチャーだけだと思うんですよ。金森さん理論みたいなんですよ。ああ、もう和田だけはハマったんですよ。いや、俺はあの理論だけは分からない。もう全く分かんないです。まあ、追い込まれたらあれ究極にいいとこじゃないですか。だから、ね、極端に言えば、ティー打つときにここら辺にここで打てって、こうやって打つんだよな。そう。もう分からなかった。分かんないですよ。金森さんも前で打ってたんですよ。なあ。だどっかで気づきがあったと思うんですけど、僕の中ではあの理論、まあ、ハマった人もいっぱいいると思うんですけど、究極はベンチャーなんですよ。あんな選手にしたのは金森さんですよ。名球会入れたのは。だからその、やっぱ手前で打つ習性がついて、しかもセンターから右打ってたら、打つことをこうバッティングで見せたら、あいつは考えてるって言われる時代って長く来てるじゃないですか。何のために、俺は肩開かないためだけだと思ってるんですよ。センターから右とか左が長投の頭ってのは。そう思っただけで、これをインテンショナルでわざと打つってめちゃくちゃ難しくないですか？いや、俺は反対方向に打つっていうのは、逆に体を開いた方が押せるから、俺は体を開かないためっていうより、俺流すのが大っ嫌いなの。バッティングで教えるの。なるほど。俺も大っ嫌いなんです。とにかく引っ張れって。肩止まりますもんね。そう。そうそうそう。引っ張らないと、バットのヘッドの使い方も、開きを抑えるのも、わからないまま終わっちゃうよみたいな。なんなら外いっぱいよ。レフトのポール際とかね。いや、ライトのそうそうポそうそうそう。ール際。大会長もそうですもんね。だから、そこの具合だと思うんですよ。一辺倒にそれも、マイナスになることも出てくるだろうし、体どんどん開くやつも出てきちゃうか、わかんないですよね。そこの見極めがコーチングだと思ってるんですけど、だからそれを、まあ、ちょっとこう、ちょっとこのポイントで打ってごらんって言ったら楽に飛ぶわけじゃないですか。もうおかわりと同じですよ。中村が俺と接した時は、細かりした状態でしたもんね。あんた来たって何もできないでしょみたいな。いや、冷めたとこあんで。あ、向こうが、ね。あ、向こうが。俺も別に喋んないし、で最後犬語になったんですけど、ワンって言って、お前と喋ってもワンって、ワンみたいな。ダーンってデッドボールだったって言って、死んだ。こうやって選手って終わっていくんだと思って、ホームラン争いしてんのに。ワンって言ったらワンって言ったから大丈夫だと思って、そういう感じだった。だから、おかわりも、あれでしょ、ポイント前に。やばいとこで打ってたんですよ。そうだよな。お前、どこで当時のセーブって、なんかみんな体開いちゃってさ、ここら辺で打つから、ヘッドスピード上がるわけないでしょ。そう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 。って思ってたの。で、おかわりを前に出したんだよね。そう、しばらく見て、だから所沢の第二球場で見てて、こいつはまだ俺のこと小馬鹿にしてんの。まあ、舐めてたらぶっ飛ばしたぐらい思ってたんですけど、まあ、ぶっ飛ばしてて首になったんですけど、最後はね。ぶっ飛ばしてないですけど、舐めてる様子はないから、まあ、この子の信頼を得るにはこうだな。どかわりはこの練習で結果出さないと、あの難号ってちょっとアゲンストで飛ばないですけど、ギリギリってのはないですよ、あのおかわりが。ガーンってギリガーみたいなの。だから、でもだから全部で言うと、まあ1ヶ月ぐらい見てからですよね。その秋と入れて30日間ぐらい、まあ見てて、ちょっともうここでポイント打ってみたら、よく俺のなんか理論は前でって、そんなことはないですよ。人によっていいんですよ。いや、そうそうです。バッターも右でいい、まあ、ヘッドが立つやつはどんどん手前でもいいし、たまたましたらもうそのアゲンストなの、長打のネットにバズバズ当たるわけです。と、三平が、みたいな、こう、でしょ、ワン、みたいな、こう、なってって、で、スタンスも広い。やっぱ安定したくなんですよね、ホームランバッターも。じっと見て、怒らんねえように。で、まあ、その公式戦入って、ヒット7本、ホームラン5本みたいな子だったから、打率1割台みたいな。まあね。やっぱ体重とかできないわけです。だからもう、公式戦中、その試合の公式戦入った時に、江藤が選手だったんです。代行って呼んでたんで、俺が何かやらかしたら、お前、バッティングコーチだぞみたいな、本当にやらかしちゃったと。まあ、それはいいんですけど、これで三平呼んで、後ろに西武球場、西武ドームで、三平と、お前、ちょっとスタン狭くしてるから、肩幅にしろって。で、それなんでかっていうと、右足必ず体重乗るから、あとスキル打て。だから、助け合いとこう、俺と江藤が並んでるんですって、あいつもこうやって言うから、ほら、江藤丸出してって、2人で丸出して、そしたら次の球、カーンと場外ですよ、隙間にボーン抜けて。
って俺のこと見ながら嬉しそうに回ってたんですよね。やっぱりそうやって信頼関係ができてくると何でも言うこと聞くよな。そう、やっぱり結果が欲しいわけじゃないですか。だからそれは疲労感がつかみかけてんの。そう、それを、まあ、やったらまあバッティング練習で簡単にいきますよね、うん、それは打球はおかわりと同じ症状ですもん。いやでも簡単にいきますよねって言うけど行き方が違うでしょ。そう、打球もグンっていくしね、うん、打った感触が全然違うわけじゃないですか。そうでしょうね、本人が。だからステージ4のなんとかってちょっと厳しいじゃないですか、うん、聞いても俺がもし病院行ってガンだって言われてステージ4ですって言われたら、あ、俺もちょっともうあと何年みたいな、もう好きにやらそうと思うよな。そうそう、ホスピスだみたいな。で、まあステージ1か2ぐらいなんですよ、まあ、全然大丈夫だってっていうところでやりだして、でもタイミングもこのぐらいがいいんじゃない、いい加減があるよって、お前はこう歩き方もゆっくりなんだからちょっとゆっくりめがいいよみたいな話をして、ゲームでも、まあ、北村もそう真面目にこうやって、あまりにもタイミングがうまく取れないからもうそれ早すぎるよとか、その調整をしてて微調整していくわけです。まあちょっと今回ファームスタートなんですけど、まあ、だからあの子らがその、まあ、言ってみてパンと反応して、そのゲームでそれがすぐ出せるっていうのは隼人もやばいなっていうのはあります。だからまあしかもジャイアンツってすごいんですよ。そのやばいっていうのは選手としてもうやばいのか、だからレギュラー取られちゃうってことです。もうコンバートじゃなくて、あ、そうそうそう、レギュラー、あ、レギュラー取られてたから隼人がどこ行くかになっちゃったら、うん、もう隼人はもういいんじゃないですか、そうなったらって思うわけですよ。あの2000何百本もって、うん、ね、6億も何年ももらって、うん、俺ならやめますもん、俺そういうこと言われたらやめるわみたいな。いや、やめないと、やめないですか、ね、6億だから、ね、やめなさいって言ったら、まあそれはないですけど、まあ打球速度もやっぱりかかれんですよ、グリップにコンとはめて。あるな。そう、あれでやるとね、やっぱ隼人も110キロぐらいになっちゃってるんですよ。ウォーカーが170キロぐらい近い打球って、180キロか。で、隼人も必死で振り出したんですよ。レイブさん、どうですかね、僕もう全然ボール止まらない。ゴルフを例えに出して、ゴルフもプロゴルファーになるまでブリップリ行く。一番うまいから少々林入れたって勝っていっちゃう。ところがプロ入ってくるとみんなうまい。飛ばすよりもフェアウェイなんて、林入れないに行っていくと途端にこう距離が下がる。松山の時代は試合もいっぱいあるからバンバン打ってくる、クラブもいい、曲がらない、上げてるからこういう仕方ない、普通にバーン打つだけっていう人らが、まあ、ボール飛ぶままなんだけど、やっぱり今までのボール飛ばないバラタとかパーシモンでやった人らが技術を出してる、で曲げないようにする、ちょっと飛ばなくなった人はもうずっと飛ばなくなるんですって。まあね、そう、何やるかって言うと、やっぱりラウンド中に満振りを何回入れるからしいんですよ。でこう距離が戻るっていうのを、ハヤトのその話をして、満振りするスイング、練習でもゲームでも何振りしても戻らないかもわかんない、でも俺は絶対戻ると思うと、お前のその身体能力からしたら、でいかに振るかだと俺は思うよと流した。今の話もハヤトにしたの、うん、したっす。でやっぱバッティング練習無理やり振るけど、やっぱ球飛ばないわけだよ。だからそれは飛ばないよ、やっぱ飛ばないの、飛ばないんですよ。それはもうあれが打球のスことが戻ったら、それはもうあの子以上のショートいないじゃないですか。まあそりゃいないよ、何ってそりゃいないよ。俺はもう評価がどの子に悪いけど、うん、俺はもうちょっと別格ですよ。そう、うん、全然違うよ、そう、正直ね、うん、今の隼人になっちゃうとうかうかできないよって。じゃあその後、じゃあファースト岡本のとこ行くの。いや、そんなに落ちてんの、やっぱり落ちてんです。それはやらないから、やっぱやれないから。特に聞いたら、特に2022年っていうのはボールが自分で止まないって分かったんで、完全にホームランを捨てたんですって。もうきっと打つっていう、だ結局技術で、そう、小手先で打とうとしたんだ。そういうことです。で小手先で打っても飛んだ時期があったと思うんです、過去に。まあまあ確かに、ね、ミート率上げようとすれば、うん、でも飛んだんですよね。ボールも飛ぶ時代になってきたし、でもあんだけでかくてね、バネがある。でしかもそんなふくらはぎとかやってないとか、練習もちゃんとしてる子だと思うんですよ。だいたいふくらはぎやるやつは練習もうね、30超えらやってくるじゃないですか。でもそこの怪我しないわけだから、あいつが振ってくれば、まあ、ほらあれが普通にね。あと意欲ですよね、盗塁をするだとか。まあそうだな、うん、だからその意欲をもう一回、だからよく原点回帰って言うけど、そりゃそうですよね。初心に戻れるか、入った頃の自分に戻ってね。まあそれができたら簡単だけどな。うん、それできたらもうあれはもうまだまだやりますよ。それはもう追いつかないけど、まあ豊かチャンネルだから正直に言うけど、まあ隼人も相当聞く。だから監督が分岐点はあるんだよって、そのキャンプで秋も来たんでね、隼人が。いやだからあの WBC に出てる場合じゃない。じゃないんですよ。振る時間が欲しいんですよ。まあそうだな。だから俺は全然隼人はいけると思ってるし、うん、だあれがいるといないじゃん。全然違う。そら違う。だから俺からすると、春のキャンプで言うことだけども、パ・リーグの連中は